はい、えー、皆さん、こんにちは、えー。心理カウンセラーの乗り健太郎と申します。今日もご覧くださりありがとうございます。今日はですね、昨日の動画で、えー、京都大学准教授の宮沢隆之先生のお話をちょっと取り上げさせていただきましたが、えー、今日はですね、同じ京都大学ですが、えー、京都大学の西浦教授らが、えー、まとめたですね、コロナの〇,〇〇〇で死者が9割以上減少したという、 発表が出てるんですね。えー、そのことについて、えー、取り上げてみたいなというふうに思います、えー。その前にですね、僕のチャンネルは削除対策用に、えー、5つありますので、えー、まだチャンネル登録まだの方は、もしよかったら全部登録の方お願いします。はい、えー。それではね、早速本題に入りたいと思うんですが、まあ、あの、今まで何を問題として取り上げてきたかというと、えー、特にね、宮沢孝之先生の件で言うと、例えば、 新型コロナウイルスが不自然な変容をしている、要は人口なんではないかその可能性は非常に高いとまあそういうことを立証するような論文を8月に出されたりとか、えー、そして日本を守るためにパンデミック条約のことだったりとかまあいろんなねことるまるのこととか、えー、そういうことを声を出して発信してくださっている先生が、えー、結果的に大学を退職させられて情報発信をしにくいように 日本のために立ち上がっているのに同じ日本人から足を引っ張られたりとか制限をされている攻撃を受けてしまう、まあ、このね社会の構図がいか,いかがなものなのかその構図がね一番怖いなというふうに思っていますそんな中ですね逆に今の大きな流れに沿うような話っていうのは当然ですね それれは称賛され受け入れられれ拡散されていくわけなんですね、えー、いろんなところで取り上げられたりとか、えー、その攻撃にあったり批判にあったりっていうことっていうのはしにくくなってくるわけなんです。でこれ同じ京都大学なんですが、えー、西浦、えー、先生ですね教授8割おじさんで当時有名になった西浦先生なんですが。 西浦先生らのチームがですね、えー、あ,れのあれで今回こ、新型コロナウイルスの死者を9割以上減らすことができたんだっていうことを、えー、これ発表しているわけですね。これは、えー、論文か何かで出てるのかな、えー、これ共同通信の、えー、記事に載っていました11月16日の、えー、記事になりますちょっと、ね、読んでみたいと思います。えー、新型コロナウイルスの〇〇〇〇〇 の接種によって国内の2021年2月から11月の感染者と死者をいずれも90%以上減らせたとの推計結果を京都大学西浦博教授、えー、らのチームがまとめたと、えー、この期間の実際の感染者は約470万人と推計され死者は約1万人だったがあれがなければるまるがなければ それぞれ感染者が約6330万人、そして死者約36万人に達した恐れがあるとしていると。もしこれがなければ、してなければ、感染者が6330万人というと、まあ約半分ですよね。日本人の。さらに、まあ感染者がね、多いのはまあそんなに問題ではないと思うんですが、死者が約36万人に達した恐れがあるとしていると。 日本ではこの期間1万人だったのが36万人にいってただろうだけどこれのおかげで36万人だったのが1万人ぐらいに減らせれたかもしれないということを発表しているわけです国内では2021年2月から始まったるまる接種にどの程度の効果があったのかは十分検証されていない まずここがちょっとおかしなところなんですが、これまずですね、国内で2021年2月から始まったあれの接種にどの程度の効果があったのかは十分検証されていない。これが前提なんですよ。でねこれあの京都大学名誉教授の福島正則先生も言ってるんですが、じゃあ重症化予防効果があるんだったらそのデータを出してくださいと国内の。 って言ってるんですが、きちんとしたデータを出さない。でね、出してるのは、海外の論文とか、その論文っていっぱい出すいろ、いろんな角度から出るので、えー、効果があったっていう論文もあれば、えー、これだけね、副反応が出、あのひ、ひどい被害が出てるっていう論文とか、まあいろんな論文が出、出てるわけなんですけれども、その一部の効果があった論文だけを引っ張って、こんなけ効果が出てるんだから効果あるでしょっていうことでずっと進められてきたんですが、じゃあ日本の国内で、どの、どれだけ本当に効果があったのか、 っていうことを日本のデータを使ってきちんとね出してくれればいいんだけどそれがねけん十分検証されていないって書いてあるわけですね検証されていないこんなにもう2021年から始まってるから2021年から2022年2023年もう2年半経ってるわけですよスタートしてからなぜ、えー、きちんとした検証しないのかということですよね、えー、その十分検証されていないとで今回の推計では接種のペースが実際よりも14日間 早ければ感染者と死者を半分程度に抑えられたともし接種のするタイミングが14日間早くスタートしていれば感染者と死者数を今よりもね半分に減らせただろうと逆に14日間遅かったら感染者は2倍以上死者数は約1.5倍になっていたとの結果も出たとで西浦教授は結果的にるまる接種はうまくいったと言えるが それ,でそれで終わりにしちゃいけないと指摘将来の感染症対策のためには接種を進めつつ感染状況の推移をリアルタイムで予測し政策を決める人や社会にします示せる仕組みが必要だと話したというふうに締めくくっています、まあ、あれの接種はうまくいったと言えるとうん えー、ちょっとでため息しか出ないですが <laughs> あこの研究結果は10月18日付の、えー、イギリス科学誌「サイエンティフィック・リポーツ」に掲載されたということですね <music> まあねあのいろんな意見がいあっていいと思うんですけれどももう残念なまああまりですねこれ YouTube 上ですので言葉に気をつけなければいけないんですけれどもなぜですね同じ京都大学で えー、こんああれは、ね、効果があったよ、えー、本当だったら36万人死んでたのが1万人に減らしたんだよ、あれのおかげで。あれはすご要は素晴らしいんだよ、効果があったんだよということに関しては、えー、情報発信が自由にできて、えー、逆に、あれは人口かもしれない人為的な、ね、不自然な変異が加えられているということを言うとなぜか情報発信できない、えー、大学を退職させられる流れになってしまう。 えー、この違いは一体何なのかということなんですね。たとえ片方のね意見があったとしてそれがね正しいか間違ってるかは別としてこの西浦さんの説がもう一つの見方だとします。こういう計算をすればこういう数字も出ますよと。まあ、計算方式が僕は、えー、明らかにちょっとおかしいと思いますけれどもこれは。おかしいと思うんだけどまあそういうね計算をすればこう出ますよっていうのがあってまあ100分ですあったとしてもその反対側の意見も あっても当然いいわけです。そしてそれで議論をしなければいけないのに反対側の意見は増、えーまま、さされていく。言論弾圧ですよ。言論統制ですよ。で、こちら側の、えー、政府や、えーまあ、グローバリストが、えー、推進したい側の、えー、流れは弾圧を受けない。普通に公開できていく。ねえー、これがですね、えー、非常に怖い流れだなというふうに思うわけです。そして たびたび取り上げさせていただいているパンデミック条約や IHR の改定というのはもちろんいろんな危険をはらんでいるものだと思うんですがその中の一つにこの言論統制や言論弾圧まあ医療に関する特に、えー、言論の統制っていうのが強化されていく可能性が非常に高いということなんですねそういう文言がもう、えー、草案の中に入っているわけなんですそれを強化していくと。だから誰が この、誤っているか誤ってないかというのを決めていくかということなんです。で、これ、ごめんなさい、この西浦先生の、えこの計算方式っていうのをどういうふうにしているか、そこまで僕確認していないので、あくまでもこれ推測になってしまうんですがえ、そもそも感染っていうのは、この感染のね、スピードだけじゃなくて、人間が持ってる免疫だったりとか、えそういう生活環境だったりとか、 その国ごとに持っている今までの免疫だったりとか生活習慣だったりとかそういうこともいろんなことが絡んでいると思うんですだから今回の新型コロナウイルスもなぜか日本そして東アジアでは全般的に感染者数がもう死者数も劇的に少なかったんですねヨーロッパとかアメリカに比べるとそしてこのまま何もしないとアメリカみたいになるぞもう来週には死者がすごい出るぞこのまま行くと死者が40万人になるぞっていうふうに えー、言ってた方の一人だと思うんですけれどもでも2020年残念ながら残念ながらというか良、えー、かったことにですね、えー、そうならなかったわけです日本は2020年は非常に感染者数も少なかったし死者数も少なかったんですその計算方式が当てはまらなかったんですね なぜその当てはまらなかった、なぜ当てはまらなかったっていうところを振り返って、じゃあなぜ日本ではそんなに抑えられていたのかっていうことをきちんとね、調査しないのか、なぜそこを議論しないのか、非常に不思議で不思議でしょうがないです。だからその時と同じような、えー、多分計算方式をつく使ってやってるじゃないかなというふうに、えー、推測されるんですね。うん。だから少なくとも2020年、えー、日本は 死者数も感染者数も非常に少なかった。えー、前年比に比べてもね、死者数が減ってるんですよね。こんな年、なかなかないわけなんです。高齢化社会なんで、だいたい毎年2万人ぐらいずつ死者が増えていたはずなのに、えー、減っていたわけなんですね。うん、超過死亡が減っていたわけなんです。えー、なのに、2021年以降、なぜこんなに死者が激増しているのか。2022年、2023年と、えー、まだまだ激増しているわけなんですね。えー、それをきちんと、 客観的に調査してほしいなというふうに心から思っていますということで皆さんはどう思いますでしょうか、えー、またですねあのー、ちょっとパンデミック条約のこの前の超党派議員連盟の えー、総会については、えー、改めてですね、ちょっと時間をとって、えー、振り返って、えー、またまとめてみたいと思います。はい。えー、最後に1点ご案内なんですが、えー、僕はですね、毎年カレンダーを作っておりまして、えー、来年の2024年のカレンダーも今、好評発売中でございます。えー、興味のある方は概要欄からリンクの方をクリックしてください。えー、それでは皆さん、また会いましょう。バイバイ。